誰の貫突が一番強いの？貫突が強いキャラランキングは私の中だったら、結構昔から言ってたけど、まあ、イエラン1位、ヤエミコ2位だと思ってて、やっぱり放浪者も貫突強いよね。だから私の中でね、イエラン1、ヤエミコ2、放浪者3ができてて、なんか中国のね、レディットだっけ？とりあえず海外の掲示板でね、貫突キャラ評価ランキングみたいなのがスレッドであって、で、第4位が神里綾人やったんよな。それがマジで意外でね、え、マジ、ほんまにって半分思ってんねんけど、神里綾人の貫突も、荒滝の貫突も、エウラーの貫突も、貫突が強いキャラなのにはみんな変わらんから、彩香の貫突もね、ナヒダの貫突もめちゃくちゃ強いからね。綾と貫突だけなんかピラミッドみたいにね、ティア分けされてて、やっぱりイエランが頂点にあって、イエランが頂点で、その一個下に八重美子とイエランと綾とが並んでてん。綾との貫突も強いと思うねんけど、八重美子と放浪者に並ぶかっていうのはちょっと疑問に思ってる。その一個下になんか綾か貫突とか、だからまあ私の中の脳内でね、なんか綾との評価高いなと思って、ちょっとティア高くてびっくりしてる。まあでも私は綾との貫突を持ってないから。綾との貫突効果ってあれだよな、スキル使ってで、春水剣、シャカ、シャカ、シャカのシャカを一発目当てた瞬間に 450% の斬撃をシュパシュパッと2回発動させます。要は 900% です。900% のシャカシャカを一気に炸裂させるので、900% っつったら大体タルタリアの元素爆発ぐらいあるから、まあ、タルタリアの元素爆発って普通に6万、7万ぐらい出るから、あやとで、総流水泳シュッシュって構えた瞬間に、パパーンって9万ぐらい入る。まあ、えぐいけどな。12秒に1回9万ダメージって考えたら大したもんか。多分ね、武器も貫突してる時の話だと思うでんな。これね、通常攻撃扱いなんすよ。春水剣扱いなんすよね。このシャカシャカが貫突効果。だから、アヤトのモチーフ武器、波乱月白仏の効果が乗るので、波乱月白仏って無突だと、ダメバフ 52%。もう無突でもやばいけど、この 52% が貫突で2倍になって 104% になるんすよ。武器貫突、キャラ貫突ならわかる気がするな。やるか強い貫突は、とりあえずイエランが一番ね、その次に、ヤエミコ。その次に放浪者かな。今んとこ三強だとは思うけど、原神は、貫突なんかしなくても、野戦星9取れるので、まあむしろ、貫突したら塗る原因になっちゃうから、全然しなくてもいいよ。もっといいお金の使い道あるんじゃないかなと思います。